それでは簡易、初等浮遊法の、実際のやり方を、お見せしたいと思います。用意するものは至って本当にシンプルで、スライドガラス、そしてカバーグラス、そして、スポイトでもいいですし、爪楊枝、あとはやっぱりこのね、比重 1.3 の初等液を用意します。で、爪楊枝捨てるゴミ箱ですね。こんなものを用意しておけばいいかと思います。で、今回使用する検体は、これになります。一応今回は、感染性のない、ホルマリン固定してあるクリプトスポリチウムパルブムの、検体を使いたいと思います。それでは、検体を垂らしていきます。で、液量は、だいたい25マイクロ程度って言われてますので、程度入れておきます。で、これに、比重 1.3 の初等液。これですね。これを。初等液は結構、粘稠性があるので、スポイトで取らなくても、爪楊枝で十分垂らすことができます。で、大体2倍量。入れまして、よく混ぜます。で、よく混ぜた爪楊枝は捨てると。そしてカバーガラスをのそーっと乗っけて、3分から5分静置しておきます。これであとは顕微鏡で覗くだけとなります。それでは10倍のピントでまず合わせていきますね。比重の重いものはこんな風に下に落ちています。こんな風に大きいものが多いです。で、ここでピント合わせて40倍にしてしまうと、40倍の対物レンズがカバーガラスにぶつかることがありますので気をつけてください。で、この状態から微動つまみを手前に回していくと、徐々に比重の小さい物質にピントが合ってきます。そこで、40倍のタイプレンズに変えます。で、ここでまたちょっとピント合わせて見ますと、もうクリプト出てきてますね。クリプトスポリジウムはこれです。このようにピンク色、桜色に光って見えますね。顕微鏡によってはピンク色に見られないということがありますが、大体の顕微鏡ではピンク色に見れるんじゃないかなと思います。開口絞りですね。開口絞りを少し絞ってあげるとコントラストがついて見えます。では、これをちょっと見ていきたいと思います。よいしょ。その他にもクリプトスポリジウムかどうかわからない
って思う物質が時々出てきます。はい、どうでしょう。こんな風に。同じような大きさに見えますが、この場合、光って見えますね。だけどさっきはクリプトスポリジウムの物質とはピンク色に光っていましたが、これはこのように、どちらかというと緑色っぽく光っています。こういうものは酵母であったり、まあ、とりあえず黄質素以外の物質であることがわかります。で、またいろいろ調べていきますけど、こんなふうなものが酵母です。クリプト言いましたね。はい。で、クリプトスポリジウムは黄質素全体がピンク色に光っているというよりは、黄質素壁周辺がピンク色に光っているという感じになります。で、中はどちらかというとなんかキラキラしたもの、なんか下流状のものがなんとなく見えるっていうことになります。まあ、400倍で見るならこれが限界かなと思います。染色はしているわけじゃない。で、これはなんとなく周りだけが光って見えますけれど、これもやっぱりピンク色に光ってます。あ、ピンクじゃなくて緑色に光ってますので、酵母用がその他の物質。で、その右上にある、こいつですね。こいつはクリプト。ちょっと変形してきてますけれど、まあ、1.3 の比重にやっぱり浸透圧高いので、少しずつ、黄質とも変形していくことがあります。まあ、これであってもやっぱピンク色に光っているところがやっぱ特徴かなと思います。まあ、静止後5分経ったらまあ早めに見ていただきたいと思います。時間が経てば経つにつれて変形していって見えなくなりますので、気をつけてください。これもクリプトですね。ピンク色に光って見えます。これは酵母かな。で、今カバーガラス直下見てますけど、じゃスライドグラス側に落としていくとやっぱりこんな風に背景が汚くなってきます。これはカバーガラスの下ではないなっていう一つの証になります。で、つまみやっぱり手前に回していくと小さい物質が出てきて、で、カバーガラス直下ぐらいまで行くと、やっぱりこんな風にゴミが少なくなって、見やすくなって、クリプトが浮いてきていることを確認することができます。まあ、みんなここが難しいと言いますが、やっぱり微動を手前に回していく。深いところから徐々に上げていく。で、小さい物質が集まっているところにピントをまず合わせる。そして微動を動かしながら観察していくと光って見えるものがありますので、これがクリプトスポリジウムになると。で、少し深いところに行くだけでクリプトがいなくなってしまいます。でも、まあ、微動を動かしながら行けば、なんか、光って見えるなっていうことがわかりますので、やっぱり、この微動を動かしながら視野を変えていくっていうことが大切かなと思います。で、なんとなくこれもクリプトっぽく見えますけど、緑色ですね、光ってる。で、あまり病院なんかだと、クリプトスポリジウム寄生虫疑いということで下痢便を検査することは少なくなってきました。ですけどやっぱり日本の自然界には、原虫というものは多く存在してますので、ただただ免疫が正常で元気だから発症していなかっただけということもあります。
入院中で免疫が落ちて、あとは免疫が落とすような薬を飲んで、で下痢が起きてきた、また抗菌薬バンバン入れて下痢が出てきた、で CD 毒素の検査するかと思いますけど、それで陰性であればこちらも一つ考えていただければなというふうに思います。本当に簡単な検査なので、ぜひやってみていただければなと思います。もし見つかったらラッキーですね。やらないよりはやっぱりやった方がいいかなというふうに私は思います。では最後に酵母とクリプトを見て終わりにしたいと思いますと思ったけど、クリプトが先に出てきました、ね、これクリプトです。でこんなキラキラしているのが酵母になってきます。じゃあ最後にクリプト。クリプトを見ていきます。こんな風に見えますね。最後拡大していきます。ちょっとピントは合いにくいですけれど、まあ、こんな風にね、やっぱり細胞壁あたりがピンク色に輝いているんじゃないかなと思います。で、中にはちょっと顆粒的なものがちょっと見えるかなというところです。まあ、本当に簡単な検査ね、ぜひぜひ、他の施設、一般の施設でもやっていただきたいなと思います。はい、これで終わりです。